えー、2024年2月12日、えー、16時29分、えー、っと、あのーまあ、皆さんにご相談なんですけども、まあ、本日あの昼寝をしようと思って横になってたんですけど、眠れなくて、まあ、昨夜が2時間から3時間ぐらいの睡眠時間、えー、か,かなり参っています。で その横になったときに、あの、老人男性の声で、まあ、この辺りから聞こえてくる声でね、あの、電波の方の声で、ちょっとね、あの、懸念が、かなりの懸念が出てきたんですよ。その、俺が悪かったっていう声なんですけども、それをすごい年配の老人の声で言ってくるんですね。で、よく聞いたら、たぶん岸田さんがもっと何年も、例えば10年後とかでもっと老化した時の、その声なんじゃないかなっていうところで、 ななんんとなくそうだっって思ったんですよ今のこの状況っていうのはその,その一応家の中のテレビでも国会でねいろんな人がこう詰め寄ってきて俺,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 俺は悪かったってこう言ってる場面を見たことはあったんですよ。それはありましたよねあのこそこまでコンピューターを合成してきたのかなはこれちょっとさすがに国会はないんだろうなと僕は思ってるんですけどもその今まで上がってきてる情報 とかによってはあと、岸田さんがそのことを覚えていらっしゃるかどうかっていうところもあるんですけども、これね、今の話聞いて、皆さんどう思います全国会議員、あの各党とか、もうそういうことじゃなくて、もう政府の あの、ドリブンでいいからっていうことで、河川水門開閉式弾発電、地下水レトンネル発電も、あの、僕のホームページに書いてるじゃないですか。で、それでも特にこれといった動きもないので、僕もあの、政府の考えてることは全然わかんないんですよ、本当に。で、政府自体が、あの、今の現状がすごく動かすのに難しい状態で、これ、誰ができそうです、本当に。あの、トヨタの車の販売台数とか、昨年の 世界の自動車の販売統計台数とか見ましたし、あの実際の家の件数と実際のえ多分これぐらいだろうなって思われる人口、だ海外からの死亡届によって、二重国籍等によって数が大きく変動する。で、世界中の人口は多分、あのー、これ多分増えてなかった。で、ヨーロッパの方は何回も言いますけども、資源がもうほとんど取れなくなってきて、アフリカの方とかに移住して人口が 増えてるで、国籍だけがもともと国にも二重国籍、その親、もともと出稼ぎみたいな形で海外出張、まあ、日本のジャイガーみたいな形とかで、もうエネルギーの残存量問題とか、そうなんだったら、もうこっちに移住しとこうかとか、そういうような形で、アフリカの人たちのその人口が増えてる部分もあるんじゃないですか。 なもともと、まあ、陸続きのところはお互いのところで、あの息があるから、二重国籍の人たちとかすごく増えたんだと思いますけども、行政とかしっかりしてきたとき、にただ日本のこの状況とか、行政とかのことを私もいろいろ指摘してますけど、日本ってこのレベルですから、たぶんどこのレベル、どこの国も、そんなに世の中のこと分かっている人、ほとんどいないと思います。これで世の中回りっぱなしだから、その、腹らわった話、皆さんの本音で、これなんとかなりそうな気します、全然何も進んでないんですよ。 だから、まあ、いろんな党の、あの、その方向での協力。だからなんか、国会でも、なんかね、あの、記載漏れだのなんだろうみたいな形で名前と何か金額出してきましたけども、あれ、ちょっとだけ見ましたけども、基本給ですかそれとも1ヶ月の収入ですかしっかりと僕も、あの、停止とかで、まあ、 まあ画面を、まあ、拡大とかしなかったらわからないのかな。そ桁とか、だから桁が。 変わって年収のほかのかけどあの数字とかだったら多分月収の基本給のことなのかなとかだからもうあんなこと見てもだからその年収なんか分からないしそれから先返納してるのかどうかとかだからもうあんなのも見たって何百にもたたないでそんなことには皆さんが時間使ってること自体がもう驚愕ですぐにもでも彼のところに電話かけて早く物事進めなきゃとかそういう風になってないから これ本当にもうほったらかしにする方向で物事動いてません。本当に本当に大真面目に。一応その河合犯さんの件はある程度思い出して言っておきましたけども、やっぱりそのね、あの、メモする用紙も何を持ってこないもん来られん。本当僕嫌なんですよ。本当に。忘れるかどうせお互い。時間の経過で。どうせそうなると思います。毎日日々カワーしている人間じゃなかったら確認できなくなるし、本当は国会でもそう難しいでしょう。あんだけ数たくさんいらっしゃったら。 本当は聞きたたかったけども,あ,そうもうあの時のこともほったらかしになってるわでしょもうこれが事実だからこ,うこれだからもう皆さんの方で何とか置いてもらわなかったこれどうにもこうにもうこうもれならないんじゃないですかもう見ないから、ね、これ僕聞かされるんじゃないですか岸田さんが降りてからその謝ってる声とかそのか,かなりもっと年配になった時の声がもっと老人側の方の,あの声に変わって てる声ですから,から正直認識力とかその時の年齢とかその声を聞く限りではいやそんな年齢で書い出してきてもでだから僕その人知ってるんですよあのー、もうその年齢だからしょうがないでええんちゃうかっていうその後輩の人たちそれがあるから上に登っていけるんだみたいな知ってるから。 それ狙いで、別に記者さんは今攻めてるんじゃなくて、とにかく僕は今、ここの段階までそれを公にしたから、もうここをスタートラインで、これですぐ始めた方がいいと思うんですよ。そうだと攻められる必要ないじゃないですか。 ある程度のことはその、金銭面的なところとかで、あと、本当に弁護士つけてほしい、春山瀬古前とかいろんな件、あと、いろいろ業界関係の人間、例えば強制わいせつしてきた人間とかの、僕込みで裁判させてもらって、それ、読んでほしい、本当に、で、その判決の書類とか、その証拠を作っておかないと、僕にがん持っておかないと、これ、どうにもなんないから、だからそういうところで協力してほしいんですけども、もうこんなんって、無理ですよ、本当に。 まあ困難っていうのは困難の困難だと思うんですけどもまあ今日もちょっとあのパソコンのサイバー攻撃された時の状況え番号を押してもえその番号にえ漢字が変換されていなかったりだとかもうその証拠は押さえて一応動画アップロードをしています今まだアップロードは出来上がってはないかな今アップロードしてる最中なんですけども もうちょっとあの睡眠不足の部分もるんでかなり今言ってますね。しんどいです。で、原因いいろろ突き止めようとしてるんですけども、うんやっぱり誰か結婚相手を一人に、えー、決めて言わなきゃならなかったじゃないですか、多分だと思うんですよ。で、まあ、今日言っておきました。 だテレビの放送を見た時にほったらかしにして、黙って見ておく。それしてたら、テレビ局を注意する人間いなくなりますよ。でしょなんから注意された方が睡眠不足になるっていう形にならなかったら、そのテレビ出演者の方がこれだけのことしてきたんだから、その体制じゃなかったら無理だと思うし、それか両方とも何にもあのコンピューターでの攻撃されない。 あとはあのー、会社が対応、そのテレビ出演させないとか、そのエロ打った人間をね名前書いてテレビ出,出たりしてるから、それもなんとかせなしなかったら無理ですよ、こんなの。世の中絶対せ、先進部門に滅びるじゃないですか。あまあとにかく、その岸田さんが老人になった時の声である。 この後ろの方から聞かされてるから、まあそこのね、あの、部屋で横になってた時いや、もう、精神的にも肉体的にも巻いてますね。もうこんなもんだって、何十年も前からですもん、ずっと。だから、これで、ここまで政府の取り分として譲歩してるのに、公平政府を置いてもらえなかったら、 そしたら今度動く時のタイミングの理由とかなくなるでしょ。いや、本当に。あと怒ったらかしにしてきた期間とかの話になっちゃうから、もうみんな我慢できなくなったらそうなるから。もうやっぱりずっと一人でこいつかして悩んでる状態ですね。それはホームページ、青井圭介の行きの一番の、 まあ2月10日のところに記載している文書、いろいろ番号、今、増えていってますけども、あと各番号のところ、ちょっといろいろ付け出したりとか、それによって、全体的なこちらの状況っていうのを理解していただきたいっていうことですね。以上です、皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。